はい、ソシャックメンです。久しぶりにやっていこう。といっても、まあ前回のね、そのまんまで、これなんだっけ、なんか変な会合みたいのをドローンで盗撮して、でその後間違えてドローン爆発させちゃって、こうなんか騒ぎになってるまんまだね。これで、まあ必要そうなものは一応取ったから、次これだね。エルチドのコンサートで使われる道具が保管されている倉庫の場所が分かった。コンサートの宣伝トラックを利用して始末するわ。盗めばいいだけよ。たまにはバイクにもね。バイクに乗る。スパチは大丈夫だ。父バイクに乗る宣言する。かなり警戒してる。危ない危ない。警戒してる。あそこのさ、びっくりマークって何？あれちょっと見に行こうか。敵かな。あれこれってなんかヒントマークじゃね？これで全部だよ。捕まえるか。協力してくれれば悪いようにはしない。誰か情報を出せ。いいね。放つから落ち着け。オッケー。そうか、あの愛が情報マークだもんね。お、なんかこの辺にもうあるとね。だろ、違うか、上か。あったあったあった。よし、コカの葉が掘られてる。悪くない。コカの葉が掘られてるので、で、あとは、あとは近くにはないから、この辺行こうか。じゃあ、お、なんか移動したら夜になっちゃった。ちょっと装備が完璧にこれ隠密系の装備なんで、まあいいんだけど、こっちをなんかちょっと、これもね、毎回またお前これかってなっちゃうけど、もうしょうがないからね。それぐらいしかできることがないから。あ、これで行こう。あ、ここにちょっとヒントあるな。これ取っていく先に。三番路、なんだよ、俺には運転させないってのか。お前なんか言ってか。お前と同じこと言ってた。こっちで線路伝いに行けば最短できる。あそこ敵いるのかな。あ、左側に敵いるな。仕方で行ける。あれも、あ、これユニダットのエリアだな。ちょっと危ない危ない。ユニダットいるぞ、これ絶対。ちょっと待って、危険。ドローン展開。いるじゃん。サブマシンガンを持ったやつを見つけた。ここにいる。新手の敵だ。3人目の敵を確認。結構いるな。この中にあるんだよね。奴で5人だ。スライダーの複数確認。塔の上にいるぞ。こんなもん？ターゲット発見。もういない？これもういきなりさ、爆発させたらどうなんだろうね。この辺で。だって俺がやったって分かんないよね、きっとね。ここでやれば。クソ、カツオも聞かれた。敵はやる気だ。敵はやる気だ。じゃあ、あいつはさ、あ、これサイレンサーついてない。まず、あそこにいるあいつを始末してるね。死んだ？ OK。 いいね、この連射力で、色めき立ってるけど、遠くから一体ずつちょっと減らしていくさ。まず、あのスナイパーはやっつけてもらおうか。配置につく。もっと狙いやすい位置に移動する。位置につく。こいつら殺せねえか。ターゲットを確認した。どう？すごいすごい。こっちに向かってきてる。なんでこっちに来るの？おかしいよね。バレるのが変じゃない？だって。まあ、あの辺じゃあ。狙いやすい位置をマークして。いい位置を探さないと。いい位置早く探して。いい位置を探して。ターゲットを確認した。合図をくれ。よし、合図出すよ。やべやべやべ。いていて。なんだこいつ。いきなり出てきた。なんだなんだなんだ。いきなりバレたな。こいつら許さん。ざめろ。爆発してる。で、あの警報器壊そう。これだ。で、ライトも壊して。死ぬんだ。どう？やった？
あいつ死んだ？命中してんのよ。すごい硬くないあいつ。よし、全部始末したね。じゃこれで改めていこうね。あ、じゃあ急いでヒントクリアだ。だらしない野郎どもを殺せちまったな。お、武器ないんちゅう。めっちゃすごい戦ってるけど無視してアイテムの場所とかをひたすら収集してるっていうね。ちょっと武器もそろそろ欲しいな。これは？お、これいいね。これなんか面白そうな武器じゃない？まあいいや、とりあえずじゃあこれ収集物だけ集めて。みんな大丈夫か？くそ、この仕事しびれるぜ。後で反乱軍が取りに来れるように物資に目印をつけておこう。ヒントだねこれ。ヒントだった。エルチドはウママルカでコンサートを開催するらしい。ボーマン、お目当てのエルチドはウママルカの会場でコンサートをするらしい。お目当てはパチャンゴンボリビアノだ。私が行ければいいのに。まあ仕方ないわね。絶対にコンサートの開催を阻止して。好きなんだよこのおばさん。会場に行って中止に追い込むのよ。具体的な方法は？誰の目にも明らかな形でコンサートができないようにして。また連絡する。やつらこんなもの作ってるのか。あ、これいいでしょ。これ世紀末っぽいでしょ。これはもうぴったりだ。一人しか乗れない。行け、後で追いつく。完全に 100% のと思うんだね。この 100% カーでやめて。ちょっと運転むずいな。この車でヒャッハーって。これでエルチドを消毒しに行こう。ちょっとここで降りるか。でドローンを出して。いるね。トラックが止めてある格納庫だ。来たことが奴らにバレる前にこっそり盗んで抜け出すぞ。宣伝トラックを発見した。ボーマンはそいつを盗んで爆薬を積んだトラックと取り替えてほしいそうだ。目的は宣伝用品の破壊。気づかれないように注意してさっさと片付けよう。気づかれないようにか。失敗したな。ちょっとこのマシンガン使えないじゃん。そんなね。ちょっと待って、こっちの方大丈夫？リロードしてなかった。この辺大丈夫かな。ちょっとここから入ってって。え、なんだなんだ、電車来てる電車。おお、ちょっと今触った。今大丈夫だ。今向かってる。今のダメなの？よかったな。完璧に引かれてたら即死だったから、ね、触っただけであんなになるからね。じゃあとりあえずあそこにいる孤立した兵士を殺してもらおうか。こいつとターゲット確認。こいつもいけんじゃね。ターゲットをマークした。合図はまだか。一体を合図出してくるか。ターゲットは遅く。オッケー。やつはおしまいだ。おしまいにしてもらって、で物資をね、ちゃんと物資取っとかないとね、スキルだけあってもアイテムが取れなくなっちゃうんで。で、あそこにもなんかあるんだよね。あれ取りたいな。ちょっと待って、そんな簡単に行けちゃう感じ？どういる？別にいないよね。じゃあトラック取っちゃおうか。もうこのまんまさ、見ろよ、 CD をいただいていこうぜ。CD？ ネットでダウンロードすればいいだろう。これはタダだ。音楽は後だ。急いだ方がいい。さっさと合流地点に行って気づかれないうちにもう片方のトラックで戻ってくる。あ、そういう感じだ。結構じゃあ道中もそうだけど、また戻すの結構大変。つか時間制限あるじゃん。急ごう急ごう。急いでた。結構このミッションはむずいんじゃない？トラックで急げ急げ。新しいトラックがあるってことでしょ。爆弾がある。すごいね。エルチドのコンサートで爆発させるってこと。こっちか。この辺にちょっと待って、敵いるな。ちょっと待って、これさ、ここもバレちゃダメ？
これ、ここの辺、この辺に集落敵を捕捉、地元住民の近くに。ここ殺そうぜ。悪党どもをマークした。早く早くマークして。合図をくれ。うん、合図出したいんだけど、君たちがね。ターゲットを捕捉、合図をくれ、待機する。死んでもらって攻勢開始。 OK。 で、これでこれであの黄色のポイントに行かなきゃいけないんでしょ。早く早く早く進んだ。どこだ、あっちか。先に行け。ちょっと待って、道がわからない。そっちか。急げ急げ。トラックだからちょっとね、操縦ちょっとむずいの。どうだ。はい、オッケー。これでいいんですか。急げ、トラックを変えて戻るぞ。トラックを変えて戻る。この人どう見えない。クレア当たる集落。おいアミーゴ、トラックは用意できてるか。おい、もうあと1分しかない。無理だって、早くしないと。同じぐらいひどいな。早く用意したぞ。 C4 を積んだが、共産主義者直伝の一品だから絶対間に合わない。これカーブは気をつけろよ。お前が運転するか。バカ言え。ここまで来るだけでちびったくらいだ。頑張れよ。そんなだべってる暇ないんだけど。どの日早く早く早く。どうすんの。リプレイスメントトラックはどこにあるの、あの黄色のとこ。もう無理だって。30秒しかないよだって。これ結構厳しい気がするな。早く早く乗ったら時間増えるとか。いや、そういうわけでもない。行け、後で合流する。これ絶対間に合わないだろう。無茶言うなよ。瞬間移動しないと無理だよ。出発してどれくらいだ。多分間に合うさ。間に合わないって。もうあと5分。 CD から C4 に変わったんだ。ダメだダメだ。カーブはゆっくり曲がった方がいいと思うぞ。ちくしょう、ダメだった。じゃあもうすぐ、かなりもう急ぎだね、あのトラック乗ったら。やめろやめろ、いかんいかん。またまた、よしよしよし。それやばいよ、それやばいよ。失敗になっちゃったじゃん。ここでもいい。ダメダメだ、ね、運転雑すぎてね。やべ、乗れなくなっちゃった。ここの出っ張り壊してえな。間に合って。いや、それいいじゃん。それおまけして、それそれぐらいおまけしろ。で、ここで止めて、オッケーオッケー、やったやった、できた。で、あとちょっと敵にバレないように。おお、バレそうになってる、やばい。ちょっと待って、ここいるんじゃない敵。逃げ切れるか。この黄色い円から出なきゃいけないんだよね。で、ここから出ちゃえば、ここから出て、このくぼ地の方から外にはみ出すように出てけば、多分敵にバレずに済む。オッケー、うまくいったな。よかったよかった。吹き飛ばされずにトラックをすり替えられた。任務完了ってのはこういうことだ。いやー、もうそれがかなり大変だったけどね。よし、じゃあこれでこのミッションはクリアだね。エルチドのコンサートはウママルカという場所で行われるそうよ。公演は中止させる。ウママルカ会場に入って荒らしてきて。あ、荒らしてくるって面白そうだね。いや、やっと本領発揮できそうだ。で、あー、もうすぐそこだね。よし、待ってろよ。コンサートを乗ったぞ、行こう。もういきなりここにさ、着陸しちゃう。どうなる。この先にコンサート会場。危ない危ない。なんだ今、なんかいたたたたってなって生きてたのに死んだことなし。はい、じゃあちょっと横着をしないで行こうね。あ、ていうかもう着いたことになってるな、さっきので。これなんか壊れてるけど、あ、とりあえず敵が近くにいるみたいなんで。ドローン飛行中。ドローンでチェックしようかな。サブマシンが思ったターゲットがいる。新手の敵だ。結構敵のスクツだな。3人目の敵だ。思った以上に敵のスクツだが。あいつで5人だ。ここで、あ、これすごいコンサートホールじゃん。警報があるぞ。あ、めっちゃコンサートホール。サブマシンが思ったやつを見つけた。これってさ、大暴れできるレベルか、これ。おい。もうさ、ここ、やべ、こう向かってきてるけど、普通に。どうする、どうする。おい、カルテルのメンバーだ。ち
ちょっと待って、今ね、サプレッサー付きの銃1個も持ってないことに気づいた。まずいまずいまずい、どうしようどうしよう。味方にやっつけてもらう？こいつとこいつ。こいつとこいつでいいよね。ちょっと待って。了解。装備間違ったな、完璧に。こいつら殺してもどうしようもできないレベルだな。じゃあ装備をちょっと直そうか。実はこっから直せるはずなんだよね。このサプレッサーにして。ああ、これでいい、これでいい。じゃあこれでもう普通に殺せるので。何体いる？こっちにもいる。うわ、めちゃくちゃいるな。20人だ。20人？まずこっちだよね、まずはね。まずはこのコンサート会場で大暴れしてみたいから、こいつらちょっと無視しよっか、じゃあ。これ多分必須じゃないよ。こうバレない。もうなんだ、ゴミ箱が。ゴミ箱が。おお、なんか豚がいる。すごい、豚ちゃん。すごいすごい。黒豚いる、黒豚。黒豚と戯れようぜ。で、こっち。ここ、またドローン出して、この上にもいるんだよ、きっと。この中絶対いるでしょ。ここ、エルチドいそうだよね。内部どうなってる？あ、なんか内部に。何これ？あ、人形か。キリストとかそっち系の。いかんいかん、ドローンが。危なかった。伏せろ、見つかるぞ。ドローンが。ドローン怪しました。で、まあ、無視していこう。内部に、できるだけ内部に侵入して、どんな感じ？上にもいて、下にもいるみたいな感じ？この辺になんかいそうな雰囲気を醸し出してるけど。この上にいるのかな？スナイパーを発見した。ミニガンを構えたシカリを確認。会議場のあたりだ。奴らにフラッシュクラッシュを試してみる。これ投げて、よし。で、こっち向かってくるから、この辺からちょっとうまいこと。打つ逆だけど。これ多分来ると思うんだけど。もう一体のあの、なんか、重装兵どこ行った？了解。ターゲットを確認した。重装兵いたよね、今ね。なかったっけ？やべ、めっちゃいっぱいいる。ターゲットロスト。ターゲットを確認。ちょっとあいつやっつけてほしいんだけど。ターゲット確認。この2体やっつけたらさ、絶対警戒状態になる。ターゲットを逃した。どうしようかな。了解。しゃがんでちょっとなるべく近づいてくる。危険すぎるな、これ。もうむき出しだからね。バレるぞ、バレるぞ。ターゲットロスト。バレたな。銃声を聞いた。ああ、もう無理無理無理。もうバレた。攻撃を開始する。幹部が逃げるぞ。マジか。幹部も逃げちゃうしさ。了解。こうなっちゃうのか。ああ。この数を相手にしろと。この先に待て。死んだ。もうやるしかないだろう。硬いぞ。やけに硬いな。うわ、ってかヘリコプターいんじゃん。ダメよ。ヘリを。あの幹部はもう無理だから。この先にコンサート会場がある。エルチドがそこで演奏できないようにするぞ。燃やすのはどうだ。俺たちは放火魔じゃないぞ。もう少し目立たない方法でやる。もうなんか毎回このパターンで残念すぎるんだけど。グレネード装備してる。撃たれてる。じゃあもう反乱軍も呼ぼうか。反乱軍にも来てもらって。痛い痛い、死ね。うわ、やばいやばいやばい。どこ行った？
死んでもらって、こっちに回って、でリロードしつつ、もうとりあえず一掃しようね、この辺にいるやつらみんな皆殺しする感じで。どこにいる？落ちてるな。あ、味方が来た。いいね。ちょっと待って、相手らまだ気づいてないな。じゃあ、あれはスナイプしようか。はい。あいつも死んでもらおうね。やべ。はい、バレた。バレたので遠慮はいらないね。なんだ、あ、さっき俺壊した。コンサート会場でこれ何するんだろうね。いきなりだ。痛い痛い痛い。ドキュメント、あ、エルチドでしょ。やばい、なんだなんだあいつ、あいつはやばい。一体なんだかんだ言ってもう皆殺しにしちゃった。あいつはどうする、殺しに行くか。死んでもらって、であそこにもいるから、ひどいな。ちょっと待って、なんかめっちゃ増えたぞ敵。さすがにこの数は無理じゃね。あぶね、やっつけた。まだいる？これ壊してえな。もう隠密って何っていうレベルです。もうスピーカー壊すっていうさミッションだったけどさ、普通にもうさ、そんなスピーカーどうこうって話じゃなくなってる。いやーいいねこのマシンが。爆弾で壊そうね。C4 何が来てる？ C4 設置完了。え、ちょっと待って、まだいるなんて。今どこ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 にいる。爆発する。クリア、みんな大丈夫か。はい、壊した。これでスピーカーは片付いた。新しいスピーカーを買えばいいだけなんじゃないのか。だがエルチドの度胸は金で買えない。このことを聞いたらきっと尻尾を巻いて逃げるぞ。ここのライブ会場でね、壊れた。結局なんかもうここにいたやつ全員殺したね。よし、じゃあちょっと今回はねこの辺にして続きをまたやっていきたいと思います。じゃあまたな。